新生金プリが、だが、情熱はある、のさらなる爆死を招くシクストーンズトップのエール交換も、ダイアレ自体、の代償。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平野のし二十26、岸優太二十七27、 神宮寺ゆ太25の3人が脱退し、長瀬恋24と高橋海人24の2人組となった、k n g ドピス3人の脱退から一夜明けた23日夜には、新曲、何者を6月21日にリリースすると YouTube、インスタグラム、Twitter、TikTok での同時性配信ライブにて発表した。 さらに一晩明けた24日早朝、同局が高橋とシクストーンズ森本慎太郎25が W 主演を務めるドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系、日曜22時30分からの28日放送会、第8回から主題歌に起用されることも発表されたのだ。現在、同ドラマの主題歌はシクストーンズへの、こっから、だが、 こちらは新しくオープニングを飾り、今週末よりダブル主題歌になるというわけだ。しかしこの裏で23日深夜にはシクストーンズファンが激怒する事態にまで発展していた。ことの発端はあるスポーツ紙ウェブ班の速報記事だ。芸能記者が言う、各社新体制となったンプリが何を発信するのかと構えていた。当然、 配信終了後すぐに記事を公開した媒体もたくさんありました。そのうち、あるスポーツ紙が終了後30分も経たないうちに、だが情熱はあるの主題歌が28日放送会から何者に変更されるという内容の記事をアップしてしまったんです。四角、主題歌変更。日本大激怒で、 事務所ひどい、ダイドゥイング、この記事が公開され、ヤフーにも配信されると、驚いたのはシクストーンズファンら。え、ドラマの主題歌今のシクストーンズへの歌はどうなるのだが上のエンディング変わってほしくない、ナストのこっからめっちゃ好きだしこっからだからこそいいのに、などと悲鳴が噴出した。その後、 記事は修正され、主題歌の下りを削除したが、時すでに致し、二人体制になったら主題歌として発表ってなんか、複雑こっからめちゃくちゃドラマに合ってるのにまだ発売前、なのに、事務所ひどい、だが情、だが情熱はある、の開始前から二人体制になることは分かってたんだし、変更にするくらいなら最初から W 主題歌。 って言ってくれてた方が良かったよ。などといったぼやきも SNS に多数寄せられたのだ。前田のの芸能記者が続ける。ただでさえ新生キンプリの動向が注目される、仲余計な炎上を招いてしまいました、ね。シクストーンズファンだけでなく、キンプリファンの中にも複雑な気持ちになった人は多かったようです。そもそも、だが、情熱はある、の視聴率。 関東地区は初回の4、7%から下がり続け、第5話は3、3%にまで落ち込みました。その後、第6話3、7%、第7話3、9%と多少持ち直していますが、関東市のいざこざが、さらなる低視聴率を招くかもしれませんね。 四角シクストーンズをとキンプリの公式アカウントがエール交換。しかし、24日になり、シクストーンズ、ソニーミュージック公式ツイッターは、この曲が皆さんにとって何者にも変え難い一曲になりますように、と投稿。ハッシュタグにはキングンプリンス何者シクストーンズこっから、と何者を先に記すなど、応援する姿勢を見せました。 一方で、キンプリ公式ツイッターでも、ハッシュタグで、こっから、を先にしています。そうした彼らの大人の対応に、救われたファンも多かったのではないでしょうか。前での芸能記者、ツイッターには、変更って聞いてそりゃ濃くすぎるって思ったけどダブル主題歌で本当に良かった。簡単ふ。ティアラですがこっからも全携帯予約しました。発売が待ち遠しいです。 どっちのグループにとってもまた新たなスタートになりますように。など、安どと合わせ、グループを超えた取り組みに温かい声が多数寄せられている。低視聴率に苦しむ、だが、情熱はある、だが、主演を務める高橋山と森本慎太郎が所属するグループ同士の公式ツイッターによるエール交換が、起爆剤となるか 近く、ストタンもキンプリタンも嘘の情報を書かれると迷惑。ダイアレの、だが情熱はある主演の高橋と長瀬角のイケメンすぎる新生キンプリショット W 主題歌で、こっから視聴率も巻き返し。